民族主義者行動党、民族主義者行動党、民族主義者行動党、トルコ語、MHP は、トルコ共和国の政党。トルコ政界では、トルコ民族主義を主張する、極右勢力として位置づけられている。民族主義者行動党の前身は、1958年に、設立された、である。1960年の軍事クーデターの首謀者であるが、1965年に、 同党に入党し、党内での影響力を拡大。同年に党首に就任したトゥルケ氏は、党組織を軍隊式に改組して、党内での絶対的権力を確立するとともに、元来軍部の保守的な農民層の利害を代表してきた党の政策を、トルコ民族主義による極右路線に転換させた。1969年には、党名が民族主義者行動党に解消された。 党首、チュルケ氏は、1969年の総選挙で、アナトリア中南部のアダナ選挙区から国会議員に当選した。国会における同党の保有議席数は、1973年に3名、1977年に16名のみであったが、共和人民党と公正党の二大政党の間にあって、キャスティングボートを握ることに成功した。民族主義者行動党は、 1975年、1977年に、公正党、国民救済党などと共に、公正党党首デミレルを主犯とする連立政権に参加した。デミレル政権では、チュルケ氏が副首相として入閣したほか、治安関係の閣僚ポストを獲得し、軍や警察への影響力を拡大した。民族主義者行動党は、議会への進出を行う一方で、党組織による、 合法、非合法の議会外活動を重視した。1970年代に左右の政治対立が激化すると、党の青年組織として、灰色の狼が設立され、軍部の黙認を受けて、左翼的な知識人、学生に対する脅迫、テロ活動を盛んに行った。また、宗教的少数派であるアレビー派も彼らの標的となり、1978年には、 灰色の狼メンバーがトルコ島南部のカフラマンマラシュで100名以上のアレビーハシントを虐殺し戒厳令が発令される事件も起きた。こうした1970年代の不安定なトルコ政局や続発するテロ事件を政党政治の限界とみなした軍部は1980年9月12日に軍事クーデターを観光し全政党の活動を禁止した。 民族主義者行動党も非合法化され、軍部から過去のテロ活動を危険視されたトゥルケシラ党幹部も投獄された。このため、同党の主要な支持層は中道右派政党の祖国党に流れることとなった。1983年の民政移管を受けて、民族主義者行動党の旧指導部により、党の再建が行われ、同年、保守党が設立された。保守党は、 1985年に民族主義者労働党に解消し、1987年にトュルケ氏の政治活動禁止が解除されると、同年当主にトュルケ氏が復帰した。民族主義者労働党は、1991年の総選挙に副祉党と共同名簿を作成して参加し合わせて19議席を得た。1992年には党名を、 再び民族主義者行動党に戻した。1997年に党首のトゥルケ氏が病没すると、トゥルケ氏の息子とデブレト・バフチェリによる後継争いが行われたが、1997年7月のにて、バフチェリが党首に選出された。バフチェリは、党の路線を温転化させ、非合法,法路線を放棄した。1999年の総選挙では、 選挙直前に、クルディスタン労働者党のオジャランが逮捕され、保守層の民族意識が高揚したこともあり、民族主義者行動党は、前回選挙の倍の得票を得て、議会第二党に躍進した。選挙後は、民主左派党、祖国党と共に、民主左派党党首エジェビトを主犯とする連立政権を樹立。バフチェリも副首相として入閣した。エジェビト政権は、 2000年末の金融危機を発端に求心力を失ったため2002年の総選挙では公正発展党の躍進の前に民族主義者行動党は惨敗し国会内の議席を失った2007年の総選挙では統制を盛り返しアナトリア中部を中心に票を集め国会内の議席を回復して議会第三党となった 2011年の総選挙ではやや議席を減らしたものの、2015年6月の総選挙では80議席を得て躍進した。しかし、同年11月の再選挙では議席を半減させ議会第4党に落ち込んだ。民族主義者行動党は、都市の中華層住民や中央商工業者、クルド人集中地区と隣接するアナトリア中央部の住民を、 主な支持基盤としている民族主義者行動等の政策は、トルコ民族の一体性や文化的優越性を主張するトルコ民族主義に特徴づけられる。アタチュルクにより設立された共和国の一体性を強調し、クルド人の文化を認めない点で、共和人民党などの中道左派勢力との共通点を有する一方、アレビー派をはじめとする国内少数派の排除や、 国外のトュルク系諸民族との連携を図る反トルコ主義傾向が中道左派勢力と異なる点であるとされる。一方で民族主義者行動党は伝統的価値規範としてのイスラームの役割を擁護するため、イデオロギー面では世俗主義原則の堅持を目指す中道左派勢力よりも福祉党などのイスラーム復興勢力との共通点が多いと見られている。 1965年に共和主義者農民国民党は、チュルキ氏の提唱する9つの光、理想主義、知性主義、村主義、開発主義を党の政策として提起し、トルコ民族の一体性や伝統的価値規範の重視、国家統制による農村振興や産業育成を主張した。民族主義者行動党が参加した総選挙での得票率、 獲得議席数は以下の通り。1991年の総選挙では民族主義者労働党として福祉党、改革民主党との統一名簿で候補者を擁立し19議席を獲得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。